韓国政府は新型コロナウイルス感染症への対応経験を国際社会と共有するための第2会計貿易ウェブセミナーを今日開催する。韓国外交部はこの日の午後5時から、新型コロナ対応国際貿易協力総括専門組織の主催でウェブセミナーを開くと伝えた。この日のセミナーのテーマは新型コロナ保健貿易戦略である。 新型コロナへの対応システム市民参与医療支援など、韓国政府の貿易政策と言況、新型コロナ診断検査の革新事項及び考慮事項、医療支援が不足した国家の新型コロナ大流行の備えと対応、医療機関の病院内の感染管理事例などについての発表が予定されている。韓国政府は、軽貿易ウェブサイトは、 我が国の新型コロナ対応経験と情報を全世界の保健医療関係者と効果的に共有するために推進していると伝えた。